菊池康則は茨城県久慈郡第五町出身のプロ野球選手。宇藤左田。広島東洋カーアップ所属。小学生の時はドッジボールの全国大会に出場。常磐大高校では1年次からベンチ入りし、2006年秋季茨城県大会で準優勝し、関東大会に出場した。初戦で唐川祐希を薄る成田高校と対戦し、 相手打線を6安打に抑えるも味方打線の援護なく、破れ選抜出場を逃した。3年時に、エース県4番として活躍。夏の茨城県大会では準決勝の東洋大、牛久高校戦では16奪三振で、完封勝利を挙げる。しかし決勝戦で、清原大輝をする上層学院に敗戦、甲子園出場は叶わなかった。2007年10月3日、 高校生ドラフトにて東北楽天ゴールデンイーグルスから4巡目指名を受け入団。2008年は当番機会はなかったものの高卒3投手の中では唯一1軍登録された。2009年には2軍で主に中継ぎ番でフレッシュオールスター前まで13試合を投げる。チームメイトの石田隆のフレッシュオールスター時代の際代理で出場。試合では 途中から登板しウエスタンの主軸から2三振、奪うなど1回を投げ、無失点。2010年には9月23日の埼玉西部ライオンズ戦で、初登板初先発を果たし、5回に安打2失点の高頭で、初勝利を挙げた。2012年、シーズン終盤に1軍昇格、4試合に先発登板し1勝1敗。2軍では7勝2敗の勝率。 778で、イースタンリーグ最高勝率となり、優秀選手にも選ばれた。周期キャンプでは監督の保守の選一による若手投手の指定強化選手の5人に選ばれ、キャンプ最終日に行われたスタッフによる投票で、翌年のオープン戦の開幕投手の権利が与えられた。松田スタジアムにて2013年、オープン戦での高騰が認められ、 開幕1軍入りを果たし4月に先発ローテーションに加わるが4試合連続でノックアウト。特に4戦目では1試も取れずに降板するなど結果を残せず2軍降格こそされなかったものの中継ぎ待機を余儀なくされた。ローテーションの谷間となった6月2日の中日ドラゴンズ戦で先発6回途中を無失点に抑えてシーズン初勝利、本拠地初勝利を挙げた。 2014年、開幕1軍入りは果たせず、その後1軍と2軍を行き来するもリリーフ起用のみで、あったが、8月17日の千葉ロッテマリーンズ戦で、シーズン初先発し、6回を3アンダム死休、無失点に抑えて、前年の中日戦以来、約1年2ヶ月ぶりとなる、シーズン初勝利を挙げた。以降、シーズン終了まで先発ローテを守り、自己サイトとなる4勝を挙げた。 2015年4月30日のオリックスバファローズ戦でシーズン初登板初先発すると6回無失点の好投で、そこから先発ローテーション入りを果たす。2試合目の登板となった北海道日本ハムファイターズ戦では7回途中8、脱三振2失点の好投でシーズン初勝利を挙げる。この年は前年に続き4勝に終わるものの、 自身初めてシーズン100イニングを投げた。2016年、昨年9月から発症していた右肩痛のリハビリで2軍暮らしが続き、8月23日に1軍発登板となった。続く登板となって8月30日に6回に失点で初勝利を挙げるが、この1勝にとどまり、防御率も5.16に終わった。5月に東京の女性と結婚したことも発表した。 楽天時代2018年3試合の登板に止まった。2018年11月29日に福井優也とのトレードで広島東洋カープに移籍することが発表された。2019年はシーズンを通して中継ぎとして1軍に帯同し、終盤にはセットアッパーにも起用された。チーム2番目の58試合に登板、防御率2.80。 15ホールドの成績を残した。相性は、菊安、保つなど。最速時速149キロメートルのストレートと高速スライダーのコンビネーションを武器とし、投球界に迫る脱参進数を記録する。特にストレートは、投資コーチの佐藤義則から指にかかった時の球の強さは、田中正宏以上のものがあると言われるほどである。しかしコントロールに問題があり。 請求が定まらない日は死死球を連発して自滅してしまうことがある。また、メンタル面の弱さを指摘されることもある。広島移籍後からは新たにツーシームを投げることによってストライクゾーンを広く使えるようになり、持ち味であるストレートを活かせるようになった。投手記録打撃記録、ありがとうございます。